柔道男子の大野将平選手が今日、地元の天理で一日警察署長に委嘱されました。オリンピックをはじめ、数々の国際大会で頂点に立つ柔道男子73キロ級の大野選手は天理大学の出身です。今も住んでいる天理の町で治安を守る一日警察署長に委嘱され、警察と行政、市民がタッグを組んで年末特別警戒を行う師走の町に繰り出しました。大野選手は人々にチラシなどを手渡しながら防犯や交通安全を呼びかけました。特に今日は年金の支給日でもあることから、金融機関や ATM の前では特殊詐欺の被害に遭わないよう注意を促していました。私たちがこう当たり前と思っていることがやっぱり高齢者にとってはそうでないっていうことをね、今日改めて私も感じましたし、引き続き、事故、特殊詐欺、気をつけていただければ、私も今日やった会っていうね、経験ができたと感じるので嬉しく思います。